美咲さん、ため息ってつきますか？ちゃ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 。ああ、それ、あ、そのため息じゃなくて、はい、死んでも、いや、違いましたっけ？いや、そのため息じゃなくて、はい、あの、なんとかのため息とかっていうため息じゃなくて、はあ、っていうため息。あ、結構つきますね。つきます、はい、一人でですけど、うん、私も一人でいることすごく多いですけど、ため息つきますよ。つきますよ、うん、どういう時にため息つく？タバコをちょっと吸いたくなって。だってタバコ吸った時は、だって煙吐く時ってふってそれじゃなくて精神的なものの時、ああ、ありますね、結構。これから俺どうしたらいいんだろうみたいな。な、どうしたら、これからどうしたらいいんだろう、これから始まる大レッスン。これからどうしたらいいんだろうって。いや、うちの母はね、これからあとは死ぬだけかって言うんですよ。もう95歳の母が。でもそのあとは死ぬだけかって言っても暗くないんですよ。あ、うん、そう、素敵ですね、うん、すごい、なんか人生を、うん、ね、もうなんかそんな感じなんですけどね。素敵です。でも美咲さんとか私ぐらいの年代だとまだね、はい、そういう気分にはまだなれないですよね。いや、だってケイさん若いもんだって。若いもんってそんな大差変わらないですよ。梅は咲いたか、桜はまだかいな。いや、ね、桜もね、ね、今年は早いですよ。そうですね、桜、私ね、ええ、興奮するんですよ、桜。なんで？わかんない、夜桜とか特に。昔って言ってもそんな昔じゃないけど、はい、あの、例えば恋愛とかね、はい、そういうのした時に夜桜の下とか、ええ、そういうところに行くとすごく燃えるんじゃないかなとかね。そんな発想があったりしてね。その場で、あ、ごめんなさい、今想像しちゃった。想像しちゃった。私で、ね、気持ち悪いでしょ。いやいや、そういう場面を、そう、あ、そういう場面ね、僕がじゃないですよ。夜桜を見たり、はいはい、その桜をめでるっていうか、ね、あ、渋いな、やっぱ一句とかそういうの好き。いいですね、桜見ながら一句とかね。私が絵かなんか描いちゃったりして、桜の下で、あ、私写実的な絵描けないから桜描けないです、うん、あ、そうですよね、うん、なんかあの、いつも、あ、私美咲さんにね、ええ、LINE で送ったことありますよね。送っていただいて、すごい、ヌード、なんか興奮して、ありがとう。やたらヌード描きたくて、女性のね、男性のヌードは描かないですけどね、素敵でした。本当、はい、あ、私ね、お誕生日ね、はい、ゴッホと同じ日なんです。嬉しい。本当ですか？嬉しい。あ、あとエリック・クラプトンと一緒なの。ああ、3月30日。へえ。美咲さん何日？あ、僕は7月です、ね、あ、7月です、はいはい、あ、じゃあカニ座？カニ座です。あ、私お羊座です。お羊座、うん、あ、お羊系。お羊系。でもカニ座って結構なんて言うんですか、神経質なんじゃないですか？へえ、そうでもないですけどね。本当？はい。美咲さんほら、なんていうの、はい、そこはかとなく、そこはか、そこはかとなく神経質っぽいところも見え隠れしてますよ。そうですかね、うん、その割にいい加減な、だからいい加減なやつですけどね。、うん、はい、その神経質でいい加減っていう、そうですね、うん、だっていい加減な人だって神経質な人いるでしょ。そうですね、そうかもしれないですけど、うん、あの、自分に甘いんじゃないですかね、多分。自分に甘い、うん、他人に関しては神経質みたいな。他人に神経質で自分に甘い。そうそうそう。あ、でもそれ、その生き方の方が楽でしょ。あ、そうかもしれない。私、はい、自分に厳しくて他人にそうでしょ、あれです。そうですよね、うん、いや、自分に厳しいって言っても、うん、ただお風呂で、あの、1番目に洗うのはここ、2番目に洗うのはこことかって決めてるっていうような神経質ですけどね。私そういうの神経質なんです。あ、そうなんですか、うん、お風呂入ったらまず、どこ洗うとかルーティンがあって、うん、だからルーティンになってるじゃないですか、順番が決まってるから、だからお風呂入るとき、あ、ルーティンだった。普通お風呂ってほっとするために入るでしょ、はいはいはい、私お仕事のような気持ちでお風呂入る。それすごいです。ちょっと嫌ですよね、それ。それすごいですね。いや、温まってる時間
は割とぼーっとするけど、なんか疲れ取れます疲れ余計疲れちゃったね、余計疲れちゃったりして、うん、疲れ取れます。お風呂、お風呂入んないです。ぬるま湯と水と熱湯とどれが好きだろうとか考えたことあるんですけど、はいはい、そのロジックよくわかんない、うん、で私は結局ぬるま湯がいいなと思うんです。あ、ぬるま湯、冷たいのより暑いのよりぬるま湯がほわんとしてんじゃないですか。季節で言うと春が一番好き。いや、春はなんかあのどう啓蟄とか、あ、甘い、ね、それからなんて言うんですか、こう花粉症、うん、あのなんか花がこう開いたりとか、すごく喜びの季節だけど、なんかこう変化が不安定じゃないですか。あ、その不安定さに、だって満月の時私少しそうね、ちょっとクレイジー的な、あの気分にもなるから、春もなんとなく不安定になりますね。女性が不安定なのっていうのはあの気分次第で不安定になったりするけど、はい、男性が不安定になるっていうのはあんまり ないですよね。不安定、危険ですね。男の人が不安定になったら危険ですよね、結構ね、はい、やっぱりね、安定してないと、やっぱお金がない、女がいないみたいな。お金がない女がいないって美咲さんそうなの？そうです。そう、でも女がいるとかいないとか、私も男いないですから。あ、また、はい、本当です。大丈夫です、心があります。もう卒業です。ああ しみじみするっていうのを、うん、若い時あった美咲さん、しみじみするっていうの、しみじみ、うん、しみじみって若い時ないよね。しみじみはないですね、やっぱり40過ぎ、しみじみって40はまだない感じ。40まだビチビチです ね、はあ、今頃ですね、しみじみしみじみいいですよね、あります、しみじみ、しみじみありますよ、でもね、歌詞にしみじみを思うとかありますもんね。 ありますもんね、はい、こうシミが気になるっていうのあります。ああ、それは私です。そんなことないです、女性です、全然ないです、うん、いや、あります、はい、うん、家にいる時ってあんまりお化粧って
すること私少ないんですけど、あ、はい、うん、素顔でどうですか、素顔でいる女性っていうの。いや、いいんじゃないですか、素敵だと思います。美咲さん好き、女性の素顔。好きですね、はい、本当、はい、お化粧の顔より、はい、うん、あ、お化粧の顔も好きですけど、うん、でもね、あの女性ってね、お化粧って割となんかこう楽しんでしてるように感じるでしょ、男性にしてみれば、違うんですよね。結構女性の化粧っていうのは、メイクっていうのはあれなんです、あの防備、防備、防備、あ、ディフェンス、はい、やっぱり安全保障、やっぱり素顔っていうのは好きなんですね、女の人、女性の、はい、女性の方そう思いませんか、うん、そうなんですよ。だから素顔だから、なんていうのかな、素顔を見せられる男性っていうのがいるっていう女性は結構幸せだと思いますよね。あ、でも、はい、結婚さえすればね、素顔を見せてるし、素顔だらけじゃないですか、だらけですよ ね、一緒にお風呂入っちゃったりして、ねえ、ねえ、ねえ、笑おうよ、お腹すくまで、ねえ話そうよ、旅人も一人で生きられぬ人間なんだ。